農協長順配中の掛け軸の五ンプ白衣の五ンプ、農札見陰四国八十八箇所は、四国にある空海ゆかりの八十八箇所の仏教寺院の総称で、四国霊場の最も代表的な札所である。他に、八十八箇所、お四国山、本、四国などの古称がある。四国八十八箇所を巡礼することを、四国遍路、遍路と言い,い、また、 四国八十八家所霊場界では四国巡礼と言い,い、他に四国巡拝などとも言う。俳句では春の季語となり、地元の人々は巡礼者をお遍路さんと呼ぶ。また、札所に参詣することを打つ、巡礼に親切にすることをお接待と表現する。阿波国の霊場は、発信の道場で二十三家。寺、土佐国の霊場は、 修行の道場で十六か、寺、伊予国の霊場は、母大の道場で二十六か、寺、サヌキ国の霊場は、ハンの道場で二十三か、寺が、八十八の霊場寺院の内訳である。寺院には、長い歴史の中で、栄枯盛水があり、選定された時点では八十八の寺院はいずれも、札所として、遜色のない立派ながらんであったであろうが、 戦乱や火災により衰退の時期もあった。現在はそうした寺院も復興を果たしている。2015年4月24日には、日本遺産の最初の18件の一つとして、四国返路会夕方巡礼路と独自の巡礼文化、が文化庁により認定された。2019年10月29日には、道庁により、歴史の道100選に四国返路が選ばれた。 四国八十八箇所は単に八十八の寺院の総称ということだけでなく、室町時代以降に定められたと見られる八十八の寺院と、急峻な山や深き谷をめぐり、その間にある仏道を残らず、めぐる四百八十八里の修行のことであり、江戸時代頃から一般庶民も巡礼するようになってからは、 原生利益を求めて88の寺院をめぐる300、有与里の札所巡杯のことである。また、江戸時代頃から西国33所観音霊場、熊野参り、善光寺参りなど、庶民の間に巡礼が流行するようになり、そのうちの一つが、四国88箇所である。これを模して、江戸時代より小戸島には、小戸島88箇所霊場、 江戸には五府内八十八箇所霊場、九州には笹栗八十八箇所霊場、また、任和寺の五室八十八箇所霊場、八田寺八十八箇所霊場をめぐり、大使山寺新四国八十八箇所霊場のように、裏山や境内の一角に作られ一時で完結する霊場など、全国各地に大償様々な巡礼地が作られた。これらは、移し、または、 写しとも呼ばれ、新四国と掲げる霊場もあるように、四国八十八箇所流星の少佐とも言われている。明治以降に開拓が本格化した北海道でも、手塩川流域の手塩新四国八十八箇所霊場、恩保山、新四国八十八箇所霊場が設けられた。霊場寺院を結ぶ、歩き道を、変路道と言い,い、八十八箇所を通し打ちで巡礼した。 場合の全長は1100から 1400km ほどである。距離に幅があるのは、変路道は一択ではなく、選択する道により、距離が変動するためである。自動車を利用すると、内戻りと呼ばれる来た道をそのまま戻るルートや、遠回りのルートが多いので、徒歩より距離が増える傾向にある。一般的に、すべての札所を徒歩で順配する。 歩き変路というの,の場合は40日程度、自動車や団体バスの場合の車変路では8日から11日程度で一巡、できる。さらに、高速道路の整備により、最短で順配するものは6日で一巡する。順配する、お変路さん変路は、順番通り打たなければならないわけではなく、各人の居住地や都合により、どの寺から始めてもよく、 移動手段や日程工程なども様々である。一度の旅で八十八箇所のすべて回ることを、投資打ち、何回かに分けて巡ることを、区切り打ちと言い,い、区切り打ちの打ち合わ、土佐伊予さぬきの四つに分けて巡礼することを、特に、一国参りという。また、順番通り回るのを、順打ち、逆に回るのを、逆打ちという。 近年は順序にこだわらず打つことを乱れ打ちという。一般的には順打ちによる道案内がなされており、逆打ちは道に迷うといった苦労も多いため多くのご利益があるとも言われていたが、現在はどちらからでも見やすいように標識が設置され、さらにカーナビゲーションの普及によりどこからでも回れるようになっている。俗説によれば、 巡尺中の愚法大使に無礼を働いた、伊予の豪商、江門の三郎が、大使に許しを請うため変路に出たが、20回以上順打ちで、順礼しても追いつけず、順年の猿年に逆回りを試して出会えたという、伝承からも、順年に逆打ちを行うと3倍のご利益があるとする考えがあり、順年には、逆打ちが平年に比べ多くなる。旅行会社によっては、 逆打ちのツアーを組んでいるところもある。なお、個人は、明日より7日ごとに、縁魔大王から裁きを受け49日に結論が出ると言われるが、極楽へ行けなかった時、もう一度最後に裁かれる100か日のため、残されたものが49日と100か日の間に、追善供養の変老との考え方がある。完成した。 掛け軸変路は札所に到着すると、およそ決められた手順に従って参拝する。それは、山と前で合唱礼拝一礼し、長寿舎でお清めをした後、表示などで可能であれば、主労道にて盆栄を一回つく。そして、本堂において、灯明、先行、再線奉納をして、納札を収める、また、社経を収めることもある。続いて、 般若心経や本尊真言、大志だから号などの度胸を行い、祈願する。次は、大志堂に無意灯明、千古、再千奉納をして、納札を納め、般若心経や大志だから号などの度胸を行い、祈願する。なお、最近は唱えるものは稀になったが本堂では、寺の御衛家を、大志堂では、工房大志の御衛家を唱える。その後、境内にある農協所にて、 持参した農協長や掛け軸や白衣に、殺板院、法院、自合院の計三種の主因と、寺の名前や本尊の名前、本尊を表す梵字の主事などを牧書してもらい、各自の本尊が描かれた見かけをいただき、農協料を支払う。この一連の所作を農協という。なお、農協長への農協は数とにつき一冊で、同時に掛け軸も一幅。 白衣も一着ずつであり、一日に一度限りである。白地に、黒印寺の見影は、漏れなくいただけるが、カラー見影は、別途有料で販売している。最後は山と前にて、合唱礼拝一礼し、次の札所へのお参りとなる。八十八箇所を、すべて回り切ると、ケチガンとなり、どの札所から始めても良いので八十八番目の札所が、ケチガン寺となる。 その証明書を任意で作ってくれる札書があり、88番の大久保寺と43番の明石寺では、ケチガの明石、75番の善通寺では、漫願の明石、1番の霊山寺では、四国88箇所霊場漫願の明石である。また、農協町に、さぬき国分寺では、岩行ギョ聖白峰寺では、大岩成寺と記帳してもらえる。 その後、お礼参りとして、ケチガン寺から、高野さんの奥の院五病にもう出て、すべての札所を参ることができたことを、愚法大師に報告、感謝をして、万願成就となる。これは特に定められたものでないものの、農協町や掛け軸に、高野山奥の院の功があるので参拝して、農協をするのが、一般的である。さらに、当時に足を伸ばせば、 正満章を希望により作ってもらえる。なお、諸藩の事情で、高野さんに行けない場合、阿波北岸十火事を奥クボデラを打った後、引き続き逆打ちで参拝してお礼参りとするとの術も、ある。空海が修行した、室戸岬のミクリ屋人屈古代から、都から遠く離れた四国は、変地と呼ばれていた。平安時代頃には、修験者の修行の道であり、 さぬき国に生まれた若き日の空海もその一人であったと言われている。空海の入場後、修行僧らが大師の足跡をたどって遍歴の旅を始めた。これが四国遍路の原型とされる。時代が経つにつれ、空海ゆかりの地に加え、修験道の修行地や足摺り岬のような不堕落都会の出発点となった地。 などが加わり、四国全体を修行の場とみなすような修行を、修行像や、修験者が実行した。信仰上は、空海が42歳の役年の公認6年に、四国霊状を改装したとされているが、史実ではない。他に、空海死後に、弟子の新勢が遺跡を巡拝したとあるが、伝承の域である。その後、平安時代末期に、 根尺物語集や、両人秘書に、四国変地修行をしたことを記載する。正坊や、長元も、四国で、変地修行をし、西行は1167年に、ストック上皇を祀った、白峰御両参拝をしているが、成立している形跡はない。鎌倉時代に入ると、道のりが、南海流浪期に、空海遺跡を参拝したことが書かれており、一編も、 遺跡を回ったことを記載する。これらは断片的で全体としての成立がなされていないことを示している。室町時代になると僧侶の修行としての順配だったのが庶民にも広がったと言われている。なお、1350年前後に全通寺を再興した幾藩が、また道隆寺や天皇寺の住職を務め四国の多くの社寺を復興した造運が、 四国遍路の成立や八十八箇所の選定に関わっている可能性がある。誰だったにしろ、工房大使が八十八箇所を定めたと空海に固くし、自らの名を残していない。遍路の書出は、公安年間の第五次文書で、四国なじ、三十三署諸国巡礼と記されている。また、英章十年八十番国分寺に、 四国中辺地道行二人の落書きが残されている。戦国時代の長蘇壁元地下による四国平定の戦から豊臣秀吉軍による四国攻めまでの一連の戦で、阿波の札書十六家事、伊予の札書八家事、佐抜の札書十四家事が壊滅的な影響を受けたことが伝えられ、それから数十年後に訪れた清自然が女王二年に順配した記録。 4国変路日記に、徳島の数箇所において、復興が遅れ、石の見残り、小さな騒動と表現される寺院でも札所である、ことから、戦国時代以前から札所として選ばれていたと思われる。江戸時代初期になると、県名の官営15年に順配した記録、空床法針狼四国令状五巡後期には、現在とほぼ、同じ札所がほぼ同じ順番で記されている。 清禅然の日記には、井戸寺からスタートしたものの文中に、大師は、阿波の北文十里十箇所、両禅寺を最初にして、阿波と祭をさぬきと順に、とあるように、番号こそ記載はないが、両禅寺が、最初の札所であるのが慣例であったとみなされる。そして、清禅然が順配途中に、阿波間で、変路札所の日記を購入しているが、それは、 現存している元禄九年に重版された、法能四国中返事の日記の先行版のことで、あるとみられ、札書番号こそ、記載がないが、次の札書までの距離、本尊、御英家が88の項目の表として記載、清志然が順配する以前から、すでに88箇所が確定していたことがわかる。その後、真年によって1687年出版された、 四国な児童指南には札書番号が記され、札書館の内容や本尊、寺の状況が端的に記されている。真綿の情報により書かれたサビボンの四国ペン霊霊状記は詳しく由緒書が書かれ、境内状況が描かれた絵が載せられ、読み物としても興味深い。これらの本のルフにより修行者が行っていた変路が一般人にも開かれた。それまでは、 四国の辺を歩いて回りながら、修行をすることが意識されている巡礼から、ある決まった寺を参拝して回るということが、四国辺路であるという風うに、四国辺路のあり方が変わり、それが、後の時代に引き継がれていった。また、手の形の矢印で巡路を示した、辺路道の石像の道しるべも特殊化によって、この時期に設置され始めたと言われる。 1854年に発生した大震災と見られる要因により、土佐17カ所翌年にはさらに、宇和島藩の南予4カ所に、変路入国禁止となり、伊予国の番外寺院で、代理農協が行われる事態が起こっている。また、幕末の動乱で、入国の制限が、泡で起きるなどあったほか、明治初期には、廃物希釈の影響を受けた。世情が安定してからは、 変路入国禁止は解除になり、明治5年以降は、高知県の札所も農協が行われている。修行像や、信仰目的の巡礼者以外にも、疾病、犯罪などの理由により、故郷を追われた、もしくは捨てざるを得なかった者たちが施しを受けながら、四国変路を修正を行う、職業変路が存在した。 もっともこれらの者たちも、信仰によって病気が治るのではないかという期待や、信仰による食材であったので、信仰が目的であったとも言える。また、信仰によって、病気や体の機能不全が治るのではないかと一流の望みをかけ、現代でいう視聴覚障害者や身体障害者が巡礼することも始まった。その後、地区によっては一種の通過儀礼として、 村内の若主が、変路に出ることもあったとされる。四国変路は信仰者の義務ではなく、修行者や僧侶、後には、庶民や休民が、それへ供養や、宗教心を深めるために自ら決意して、実行してきたものである。他の巡礼地と比べて、現世利益よりも病回復、残悔や死などのイメージが強い。途中で行き倒れて、 変路道に葬られる巡礼者も多かった。近代でも四国霊場が他にない神秘性と、ほの暗さを称えていたのは、悩みを抱えた巡礼者が、死傷族に身を包み、病や疎外感を抱えて祈りながら歩く、変路道だったからである。一方、現代では、その暗さはなくなり、供養や、闘病平舎や、心願成就に加え、健康維持や、 余暇の充実のための変路に変化している。明治初頭の神仏分離令及び、それをきっかけに起こった廃仏希釈運動により、それまで札所だった神社から別当時などへ札所を移したり、神仏集合の寺が神社と分離独立したり、寺そのものが廃寺になったりするなど、四国八十八箇所令状の一部が大きく変わっていった。特に影響を受けたのは、 高知県と愛媛県の今治、最上地区で、後に、同じ場所に再興されたり、別の寺が、札所になったりするなど徐々に復興していった。また、明治政府による、常知令による寺料の没収や離断により多くの、札所が、経済的困窮に追い込まれた。例を挙げると、52番大山寺では9兆6単余りの、広大な寺料が1兆2単余りに、 五十番ハンタジュでは四丁八単余りが四単余りとされた。さらに、無断下の寺は廃寺にすべしとの命令が出て、無十字になる札書も出た。そして、神仏分離から百年以上経った1993年に、第三十番札書が確定した時に、現在の霊場の形に落ち着いた。影響を受けた札書工房大師生誕地全通寺、昭和三十年代頃までは、 変度と呼ばれ、交通事情も悪く、決して今日のような、手軽なものではなかった。今日でこそその心理的抵抗は、気迫になっているが、どこで倒れても、お大師の下へ行けるようにと死に装束であり、その捉え方も明るいイメージではなかった。しかしながら、次第に観光家の道を歩み始める。近代以降、四国変路は、様々な場面で取り上げられることとなった。 1908年には、現在の毎日新聞の前身である大阪毎日新聞で四国遍路の巡礼競争が企画された。全国市での企画では、これが最初のものであるらしい。1930年代には乗り物を用いて、旅館などに宿泊する巡礼者が登場した。彼らはモダン遍路と呼ばれた。四国遍路は観光としてみなされたのだった。 南高坊の前立仏観光として四国遍路を捉える人々に対して伝統的な四国遍路を主張する遍路同好会が1929年に東京で誕生したただし実質的な活動はしておらず本格的な組織は1942年に全通寺を中心とした四国八十八カ所霊場会であるこの霊場会の組織に先立って 高野山電気鉄道を子会社に持つ大阪の南海鉄道によって四国88箇所で会長というイベントが1937年5月5日から6月16日まで大阪の序章演習園、金剛園の2箇所で行われた。この時、それまで全寺院が協力して何かを成し遂げることなどなかったが、初めて全寺院が団結してで会長を成功させた。 この経験が1942年の霊場会の成立と関わっているのではないかとされている。なお、その時に作られたデカイ朝陽本尊は各自に返され、前立ち仏として鎮座している。大山寺の入り口が封鎖され2020年4月14日より、閉山となる現代においては、従来の信仰に基づくものや、 現世、来世利益を期待する巡礼者も引き続き大勢いるが、1990年代後半からは、信仰的な星によりも、いわゆる自分探し、癒しとしての巡礼者が増えたと言われている。一時期減ったと言われる、すべての札小徒歩で巡礼する、歩き遍路も同じ頃から増えた。徳島大学、今治明徳短期大学など、四国の大学、 短期大学の中には歩き変路を自分を見つめ直す、機会と捉え、教育課程に組み込んでいる学校もある。変路をするにあたり予約や届け出などをする必要がなく、いつどの札所から始めても終わっても自由である。統計が取れないため人数は定かではないが、巡礼者数は年間10万から30万人とも言われる。外国人も増加傾向にあると見られる。 87番長美寺と88番大久保寺の間にある四国遍路に関する資料館でゲストブックに記入した外国人遍路は2013年度の160人、2014年度は404人、2015年度は429人、2016年度は448人。アメリカ合衆国、フランス、台湾、カナダの順で多かった。また、 外国人遍路へのサポートとして各札所への英会話カードの配置を進めている人も現れた。米紙ニューヨークタイムズが2015年1月に掲載した世界の観光地ベスト52で四国と遍路が35位にランクされている。2018年11月に四国経済連合会などが行った調査では国内の巡礼者は10年前比で 平均38%減少しており、70%減少していると回答した寺もある。一方、外国人巡礼者が増えたと回答した寺は9割以上であった。2020年、新型コロナウイルスの蔓延で全国に緊急事態宣言が出たことにより、同年4月18日令状会は、各札所に農協所の閉鎖を要請。 4月中旬より順次79カ所の札所が農協所などを閉鎖し、そのうち3カ所は閉山した。このような事態は、霊場会が発足した以降は、初めてのことである。その後、同年5月11日に75カ所の札所が、農協所を再開。その後も再開が広がり、6月1日より全札所は、元通りに戻った。いかに、 四国八十八箇所令状の一覧を国ごとに示す。この表の注意事項、解説は表のもとに記する。010203040506070809101112131415161718192021222366徳島県、徳島県にある1から23番までの人員一覧。 24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、高知県、高知県にある24から39番までの、G2 1覧。 40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、愛媛県、愛媛県にある40から65番までの、G2 一覧。 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80、67, 81,82,83,84,85,86,87,88。香川県香川県にある66から88番までの G2 一覧。ただし、66番は、香川県、徳島県境の徳島県側にある。 全員札書一図地図で場所を確認したい場合、表中の左の寺の番号に、おののの寺の地図がリンクし、また右の座標を示した地図では、すべての寺の地図一覧ができる。道しるべ車変路は、裏道大橋を通るが、歩きはフェリーに乗る巡礼者伝統的には、四国変路は、土変路、歩き変路と呼ばれる、歩きで、 1> 1日三十キロメートル歩いても約40日を要する。一時期は、峠道や山道などの旧来の変路道である、急変路道も廃れ、幹線道路を歩くところが多くなっていたが、寺院や自治体や地元の人たち、変路道保存協力会などの尽力によって、昔ながらの姿を止めている。 旧変路道の復元作業が各地で進展し、道しるべの設置や道の修繕が行われた。国や自治体では、変路道とは別に、四国88箇所や、その他の史跡や自然をたどる道を、四国の道として、各種整備している。四国の道と旧来の変路道は一体となっているわけではないが、重複部分は、四国の道として案内板や登山道の整備などが、 なされている。変路の中には先を急ぐあまり夜間も歩行する者がいるが、街灯のない変路道も多く、変路道しるべを見逃して、遭難事故が発生している。歩き変路は朝早くに出て、夕方までには宿に着くのが基本である。歩き変路のルートを解説した書籍も何点か、販売されている。公共交通機関の利用体力や、 身体的な理由などですべてを徒歩で巡礼するのは無理だが、できる限り歩きつつ、公共交通機関を利用する巡礼者もいる。2006年から四国運輸局では、公共交通を利用した四国遍路のためのガイドリーフレットを作成、配布している。ただし、公共交通機関がない区間や、電車やバスの本数が少なく不便な地域も多い。 昭和40年代からの4国内の道路事情の改善もあり、大型観光バスによるお四国巡りの団体巡礼が企画再行されている。何泊もしながら1回で回りきる本格的なもの、一国参りといって一つの県内を回るもの、原則日帰りで1回で10か寺程度ずつお参りし、何回かのツアーに参加して、ケチガンとなる手軽なものなど様々である。 地元の会社が主催する四国発着の団体巡礼もあるが、大鉄は会社が主催する関西や中国地方からの団体巡礼も多く、近年では関東などからの団体巡礼も増えている。団体巡礼では、本堂や大師堂での度胸は、先達や僧侶が先導してくれ、農協長に藩をもらうのは天井員が代行してやってくれる。 このようなツアー会社やバス会社主催の団体巡礼以外にも札所や人各地の参拝団が主催する団体巡礼もある。小規模な団体や大型バスが通行できない札所への参拝はマイクロバスやジャンボタクシー等も利用される。マイカーやレンタカーなどの自動車、オートバイを利用して巡礼する人も多い。自分の休日を利用して少しずつ。 計画的に回る人もいる。今では、車道の整備が進み、ほとんどの札所で境内に隣接した駐車場まで行けるようになり、大野流寺と雲辺寺では、ロープウェイを、薬理寺では、ケーブルカーを、岩谷寺では送迎バスを利用することができ、境内まで徒歩が必要な区間が長いところは、約20分かかる、焼山寺と横峯寺、約30分かかる、岩屋寺くらいになった。 そして、高速道路を利用すれば、四国の主要都市から、すべての札所へ、日帰りが可能である。ただし、境内が広く山の斜面にあるため本堂までの、高低差が大きいところも、少なくない。自転車を趣味とする人や、歩きでは、時間的、体力的に無理でも、自分の力で巡礼をしたいという人が、自転車を利用している。 山間部も多く上りは押して上がるところも多く、概ね10日から14日で順配できる。自転車の種類として、変速ギアのある、長距離走行に向いた車種が多いが、シティサイクルや、電動アシスト自転車、折りたたみ自転車等も使用されている。自転車を使った、いわゆる、チャリンコ変路も増え、関連書籍も発売されている。自転車の修理道具は持参してなければ、 店舗での対応は難しい。中塚さも平が混流した、シルベイ石と地蔵の一つ、宮崎武樹が設置した道しるべ白衣変路で使用する、傘公認金のお札と金色のバジ茶道の例、境福寺のいざり車平等時の箱車先達の、杖と今朝公認先達ぶっこゃい例等全通じ、三影道2014.59。四国の変路道を、 徒歩連行一行が歩む愚法大使ご入場1150年延期、法要参加記念バッジ、日本遺産の石碑四国霊場会は、ある写真家の写真集に収録された、霊場会を砂踏み本尊の写真を著者に、無断で複写し、霊場会再式お陰として、各札所寺院で販売することにした。そのため著者である写真家が不正競争防止法をもとに、平成19年に、 東京地方裁判所に提訴した。原告の写真家はおかげを販売することがない。元々の本尊の図像著作権は別の画家から、霊場会が、数千万円で購入したもの。このような理由で原告が一審控訴審で敗訴。現在、四国八十八箇所歳式大影は、各札所寺院で販売されているが、一言。 写真家の了解を得て複写すれば問題が生じなかったものを裁判闘争の果てに販売されたものであることを知る人は少ない。四国霊場会は62番札所の宝樹寺の住職が同会に入会せず快則に従わなかったため宝樹寺の住職に対して2015年3月に高松地方裁判所に民事訴訟を起こしたが霊場会が敗訴した。 高松地裁の判決によると、四国令場会は、住職個人が会員となる、任意団体であり、住職個人に入会を強制できない。また、宗教的人格権を有する団体でなく、札所寺院の経済的目的から運営されている団体であるから宗教的人格権をもとに、札所寺院の住職に規約に従うことを強制できない。とある。なお、 2019年12月より、宝珠寺は、霊場会に復帰した。詳細は、宝珠寺霊場会大会と再加入を参照。千年を超える歴史を有する巡礼を基礎とした文化であり、世界遺産への登録を目指す動きが四国にはある。特に、香川県が、意欲的であるものの四県の中でも、温度差があったが、2006年11月、文化庁に対して、 四国八十八カ所令状と変路道の暫定リストへの搭載を求め要望書を提出した。また民間で変路道を含めて世界遺産登録に向けた活動を行っている団体があり、その活動に積極的に関わっている札所もある。ただし、令状会全体で見解が統一されているわけではない。ちなみに、 スペインのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路や日本の紀伊山地の霊場と産景道は世界遺産登録されている。結局、2007年1月には採択されなかったが、4県関係者は、今回の関係者の認識統一や採択に向けた課題も整理でき一歩前進と受け止めている。2008年9月、文化審議会文化財文化会の審議で、 カテゴリー屋の評価を受ける。2010年3月16日、四国88カ所令場と、変路道世界遺産登録推進協議会が設立。四本直美さん、歩く、歩く、歩くの舞台になった、坂本屋。ありがとうございます。